テスラの爆発的な成長力。テスラの第二四半期の決算を注意してみると、テスラの力はものすごいということを改めて感じます。テスラの決算書に示されている2017年の第四四半期から今回の2021年第二四半期の約3年半の期間を見ると、その爆発的成長性がはっきりと示されています。この決算発表で2021年の上半期の数字が出たわけですが、これを3年前の2018年の上半期と比較してみます。 EBITDA ベースの利益を見ると、2018年上半期の利益が1億4500万ドル、そして3年後の今年2021年の上半期が43億2800万ドルとなります。なんとわずか3年間で実に30倍の利益を叩き出しているということです。たったこれだけの期間で利益を30倍にする会社が他にあるんでしょうか。しかもその成長が加速しています。 EBITDA とは Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization の略で、税引き前利益に支払い利息、減価償却費を加えて算出される利益のことを言います。国際企業の収益力は国によって金利水準、税金、減価償却方法などが違うため、一概に比較することはできません。そのため、その違いを最小限に抑えて利益の額を表すことで、国際的な企業や設備投資が多く減価償却負担の高い企業などの収益力を比較分析する際に用いられます。つまり国際的企業の収益力を正しく見るために使われる数字です。テスラはものすごい勢いで生産能力を拡大するために多額の設備投資をしています。そのため最終利益は小さくなり、 PER などの数字が桁外れに高くなってしまいますが、これは急成長している会社では当然のことです。そしてこれを見れば、テスラの収益力が爆発的な勢いで伸びていることがはっきりとわかります。またこの第2四半期の自動車の売上高は102億600万ドルでした。前年同期の2020年の第2四半期は51億7900万ドルで 97% の増加となっています。2020年はパンデミックの影響で販売が低めだったとはいえ、1年で2倍に増えています。そしてアンチテスラのアナリストたちから常に批判の的にされてきた炭素クレジットの販売金額は前年同期比で 17% 減少して3億5400万ドルでした。この金額は今後減少していき、近い将来なくなるでしょう。そして粗利益との比較を見ても、毎回その比率が下がってきていることが示されています。以前にも指摘した通り、炭素クレジットの売上などなくても、テスラはいずれ相当大きな純利益を上げることになります。そして現実的には、炭素クレジットはテスラが買ってもらっているというのではなく、むしろ売ってあげてると表現した方が正しい状況にあるのです。このクレジットを買わないと困るという企業が存在しているという現実を正しく認識する必要があるでしょう。次に営業利益を見ると、この第二四半期では13億1200万ドルです。前年の第二四半期では3億2700万ドル、実に 301% の増加となっています。前年同期比で売上高が 97% 増加ですが、営業利益が 301% 増加ということは、それだけ利益率が上昇しているということです。すでに紹介したギガプレスをはじめとする様々なイノベーションが利益率を激増させていることが示されています。しかもこのパンデミックの最中にそのスピードが落ちることがありません。またこの第二四半期の営業利益は、炭素クレジットの販売金額の減少、サプライチェーンの問題や半導体チップ不足、そしてパンデミックの影響の中にあっても、今回ついに13億1200万ドルと10億ドルの大台に到達しました。この数字を叩き出したことは、テスラにとって非常に大きな意味があると思っています。売上高、ギャップベース、ノンギャップベースの利益などが大幅に増加、そしてフリーキャッシュフローも 48% の増加です。もちろん販売台数は過去最高の20万6000台となり、前年同期比で 151% の増加です。半導体チップ不足と資材不足がなければ、販売台数はもっと大きかったはずです。この数字を見れば、テスラが逆風の中にあっても、いかに力強く成長しているかがよくわかります。決算書の中に示されているグラフを見ても、それがはっきりと現れています。過去12四半期の販売台数、キャッシュフロー、純利益や調整後EBITDAの推移を見ても、きれいな右肩上がりの線を示しているのがわかるでしょう。
テスラをハイリスクの株だという人が多いのも事実ですが、その根拠とされているのが去年の株価の急激な上昇と高い PR の場合が多いようです。しかしテスラは成熟して成長が鈍化した会社とは全く違います。大胆に先行投資をしてイノベーションを爆発的な力で進めている会社であり、ものすごい勢いで市場シェアを拡大している状態です。そのことを見逃してしまうと大きな機会損失になってしまうかもしれません。ではテスラ株におけるリスクとは一体何でしょうか。短期トレードをする人なら勢い余って高く買ってしまい、下がったところで損切りしざるを得ないという局面もあるでしょう。しかしグロース株には乱高下がつきものです。リスクを限定して大きく利益を上げるには、有望な会社の株を買って長期で保有し、その会社の共同オーナーになるのが一番確実だと私は考えています。長期投資において変動要因はどの会社の株を買うかということに尽きると言っても良いと思うほどです。いつ買うかということはどの株を買うかということに比べてそれほど重要ではないと思っています。そしてそもそも近い将来に売り抜けることを前提にするような株は買うべきではないと思っています。それではリスクの割には大した利益は上げられません。一方でトレードで勝つためには、どの株をどれぐらいの数、いつ買っていつ売るかという最低でも4つのパラメーターをタイミングよく考えておかなければなりません。それだけマーケットを敏感に注視していく必要があります。仕事や家庭またはその他いろいろなことで忙しい人には大きな負担になるはずです。この2つの違いを例えて言えば、トレードは一本釣りの漁師のようなものではないでしょうか。海に出て漁をしないと利益になりません。それに対して長期投資の場合は養殖場の共同オーナーのようなものと言えるかもしれません。どちらを選ぶかは投資家それぞれの判断ですが、狙うのが目先の利益なのか長期的に資産を増やすことなのか、それによっても判断は違ってくるでしょう。さてテスラについては、競争の激化競争の激化と電気自動車での競争が激しくなると言われ続けて何年にもなります。しかしこの数字を見れば、少なくともテスラにとって競争は存在しないと言っても良いでしょう。しかも他社との差はますます広がっていると私は考えています。年率 50% 以上で販売を伸ばしているテスラにどうして競争があると言えるのでしょうか。そして言うまでもありませんが、この数字はフリーモント工場と上海工場の2カ所だけで出したものです。それに加えて現在ベルリン工場の建設が現地の官僚主義的扱いなどが原因となって遅れていますが、来年には生産を開始できるでしょう。一方ベルリン工場に約半年遅れて建設がスタートしたテキサス工場は、近いうちにモデル Y の生産を開始すると言われています。いずれにしてもこの2カ所の新工場は来年には間違いなく稼働していると思われます。その上この2工場はフリーモント工場や上海工場よりも規模も大きく、イノベーションがさらに進化しています。つまりその分生産効率もコスト削減も進んでおり、ますます利益率が向上していきます。そのパワーを考慮すれば、テスラの成長性が今後も爆発的な勢いで増していくことは間違いないと言ってよいでしょう。もう一度言いますが、私の考えでは現状ではテスラに競争はないと言ってよいと思っています。日本車勢にはぜひ頑張ってもらいたいと願っていますが、正直なところなかなか厳しい状況にあると思います。そしてしばらく前の動画でも紹介しましたが、テスラのこの電気自動車での勝負はもうすでに終わっていると言っても良い状態だと考えています。今後バッテリーの生産が大幅に増えてくれば、それ以降の主戦場はエネルギー業界になるのではないでしょうか。決算書を見ればソーラーパネルの販売が前年同期比で 215% の増加、ストレージシステムが同じく 204% の増加となっています。つまり自動車の成長率の2倍近くのスピードを見せており、イーロン・マスクがすでに発言している通り、今後エナジービジネスは圧倒的な勢いで成長していくでしょう。現状ではテスラの電気自動車と同様に需要が高すぎて生産が全く追いつかない状態です。テスラの自動車の在庫は他の自動車メーカーと比較するとほとんどないにも等しいほど少ないですが、その数がさらに減ってきています。バッテリーと電気自動車の増産はサプライチェーンの構築と物理的な工場建設のスピードに依存しますが、今後2年から5年程度の長めのスパンで考えればテスラがこの業界を圧倒していくだろうと考えています。
今後の動きがますます楽しみになってきたことを示す決算内容ですが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。バフェットの師匠であるベン・グレアムは、株式市場は短期的には人気投票マシンだが、長期的には企業価値を測定するマシンだと言っています。つまり短期的に株価が上下しても、それは人気投票に過ぎない。しかし長期ではその企業の価値が現れてくるという意味です。実はアマゾンのジェフ・ベゾスも、アメリカのドットコムバブルが弾け飛んだ後の2001年、株主に向けた手紙の中でこのベン・グレアムの言葉を引用しています。当時アマゾン株は 80% 以上も大暴落して、アマゾンの株主たちが非常に辛い状況でした。しかしベゾスは目先のことばかりではなく、遠い未来を見据えて邁進していくと、そのことを株主たちに訴えたのです。アマゾン株を当時の最高値で購入していたとしても、20年経過した現在では少なく見積もっても40倍以上になっています。その後買い増しをしていれば、もう想像もできないほどの富を得ていたはずです。長期投資のパワーとは本当にすごいものだと思います。ということで、投資判断は慎重に、よく考えて、そして自己責任でお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。